Alright, Yoko Sumina-san, today we are going to watch Haikyuu Season 2, Episode 12. Looks like we are going to see the first Haruko Spring Tournament match. Let's get right into it. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. As always, I would like to thank to all of my Patreons for supporting me. And yeah, let's go. あれだよ、ほらカラスノ。カラスノ？この前のインターハイ予選、青葉城西とフルセットやってギリギリまで追い詰めたってとこ。千鳥山中の西野もいるらしいよ。中学の時ベストリベロの？そう。でもさ、リベロ以外にもう一人、成城の及川のサーブまともにレシーブしてたやついたよな。第一。あとさ。レフト2人が公園パワースパイカーって感じで、あとはやっぱあれだろう、ちっこいのにミドルブロッカーで無茶苦茶に入ってくる。 They are praising Hinata。 その10番なんかすげーげっそりしてる。大丈夫大丈夫、来る途中で吐いたし。 What？ このボケ影山の罵倒ボキャブラリーはボケだけだな。 Yeah。またゲロ思い出したらもらいゲロしそう。なあ。早くトイレ行きなよ。俺も緊張。Not Asahi too。集中してんなと思ったらゲロ我慢してた。いや。そうよ。他人の股間にリバースせず、バスが止まるまで我慢するなんて成長したな日向。That's improvement for him。本当にあいつらが成長を追い詰めたチームなのか。インチョペン。あ、ごめんなさい。どこ行ってんだこれ。すみません、すみません。お、この人、大木みなみ。Who's that？ 戦で当たるチームだ。Oh。おい、どうなって悪かったな。兄貴の応援にでも来たのか。俺の弟もそれと同じ T シャツがお気に入りだよ。うわ、俺はカラスの高校1年、日向翔陽です。入賞して全国へ行きます。簡単に全国とか言ってんじゃねえよ。あ、でも本当です。うぜえなこの。いやー、東京行きます。万一ラッキーで勝ち進むことがあってもな、どいつもこいつも白鳥沢に潰されんだよ。あ、せいぜいいい思い出作りしようぜ。 Also, why does Hinata keep bumping into players when he goes to the toilet?Is that like every time that he goes to the bathroom that he just bumps into them, or? Oh, is it a delinquent call? Oh. Is he Buddha or what?おそもさん。ああ、that's jokes。カラスもみんな攻撃力すげえな。ハルコバレ。カラスの。Why isn't she on the pitch? On the court? Sorry。始まりだ。関東の強豪相手に練習し。通算約70。でも。最初失敗ばかりだった新しい武器は今形になりつつあります。今までの悔しさに見合うだけの勝利を手にしてきてください。お、あんたも見に来たのか、向井先生。おー、ナイス。可愛い孫のチームだもんな。お姉ちゃんカラスノの人でしょ、なんでここにいるの。マネージャーは一人しかベンチ入れないの。おー、オッケー。ちょっとした調子の違い、緊張、焦り、どんな強豪校だって選手は人間なんだ。ほんの些細な乱れでいともあっさりと転ぶこともある。浅井さん、ナイスー。ショーミー浅井。いやー、ナイスサービスエース。レッツゴー。
フェイントに切り替えた。ナイス大地。スパイカーのモーションが前よりよく見える気がする。アサイさん。ナイス月島。なんというか、みんな以前より動きに迷いがない気がしますね。タイプの違う強豪とみっちり連戦してきたんだ。サーブの威力、スパイクの威力、攻撃の多彩さ、守備力。Yeah, there's no way they are going to lose to some no-name team. 影山。ナイス。セットポイント。Well, that's going way too quickly.またこんな強いとこと当たるなんて。フラッシュバック。Oh, they played Shiratori Zawa. Damn! Ushijima. まだまだチャンスあるぞ。首相の声は Shiratori Zawa の応援と張り合ってガラガラになってた。上がった。どうだ。追ったところで届かない。届いたところで得点につながるとは限らない。つながったところでちっぽけで意味のない一点だ。そんなもんにすがったって仕方ない。てやあ。お前ら本当問題児だったけど、でもお前らがいなかったら試合に出ることもできなかったよ。ありがとうな。Yeah, he's crying. Oh my god. Damn, that smooth animation. Oh my god, I love this. I love when they do this.That's insane. 全部倒して東京行きます。俺は虚勢を張ったわけじゃない。本当にそうするつもりだ。あの小さい体であの牛若を倒すつもりだ。おいこら。おお、キャプテン。あっき君首相。なんでお前ら喧嘩はできるくせにバレーになると弱腰になるんだよ。弱腰。いくらすごんだってこっちは2階だから怖くないもんね。ちょっと押されるとすぐ諦める。それを弱腰だって言うんだ。これはお前らの勝負だから、どうしようとお前らの勝手だ。本気も必死も一生懸命もかっこ悪くない。 That's right. Nice words.よし。マジか、言いよった。ビッグマウス上等。本気で勝つぞお前ら。受けてた。今の3年連中がカラスノに入ってきたのは、カラスノが強豪と呼ばれた時代がちょうど過去になった頃だからこそ、腐らずにここまで来た連中には簡単に揺るがない強さがある。 That's right. ナイスアサヒ。すごいすごい。10点差だよ。クスクス。まだ大丈夫。リグダーイスインセイン。 Come on. サービスエース。 Yeah. ナイス。これでマッチポイント。マッチポイント。毎回土壇場に追い詰められてから練習不足を後悔すんだよな。シールド影山。ああ。ギリ届くか。He's not gonna go for it again. 来年もチャンスあるしな。ってなるから弱いままなんだろうが。Nice! Nice, he made it!
ラストラよこせ。Oh my god. Why do I want to cheer for them? Yeah, but Hinata is already on the other side. Nice. So, are they going to play next?粘ったじゃねえか。うっす。今悔しいのは当然だからな。どんな勝負したって負ければ悔しいに決まってる。極端に言ったら大して練習真面目にやってないやつだって試合に負けたら悔しいんだよ。悔しいって感情は誰だって本物なんだと思う。その悔しさ3日で忘れるやつは弱いままだからな。今の悔しさ忘れんなよ。じゃあな、来年も見に来るから頑張れよ。ふふ。ダーン。ありがとうございました。ふふふ。俺さっき廊下で隣に立ってみたけどめっちゃでかかった。そりゃでかいわ。だって2メートルだぞ。 His hand! What? Is that big? 2 meters. Damn! 身長が狂気。田中バナナ似合う。 What? Where did that come from? Okay. なのに相手は2メートル。 Damn. That's a cheat code. 201センチと162センチか。死者購入すれば俺は102センチと162センチ。40センチ差か。行けよ。40センチなんてケーティちゃんと同じサイズだよ。ウスケティちゃん。おお。ピカチュウも確か40センチ。ピカチュウ。クジラ。Wait. クジクジラ。Sounds like a type of whale. Okay. サメの一種。うん、shark。ズッキー博識。クジクジラとか。クジラと合体した俺は2メートル。おい、何を言っている。お前、本気でビビってんのか。身長はそれだけで大きな武器だ。それに対してカラスノがどう戦っていくのか。Yeah, this OST again. The violin. Damn! Is this Attack on Titan reference?And that's it. Alright. Thanks for watching Haikyuu Season 2 Episode 12. I'm going to watch the next episode straight away. So, yeah. Alright, Haikyuu Season 2 Episode 13. Let's watch it right now. Let's not waste any time. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's go, Ikuze!Damn! That's insane. Okay, Hayakuzawa. Hayakuzawa. Okay. 見た感じ、高さでお前にかなうやつ。今日もいないもんな。またルールわかんなくなったら聞けよ。さすがにルールは覚えました。So he just started to play volleyball.Damn! Was he a basketball player or what? この試合に勝てば一次予選突破。相手が2メートルだろうが何だろうが。絶対に勝つ。客さん、あえての土直球真っ向勝負。Okay, let's see. まずはエースの一発で景気よくってか。ブロック3枚。ま、あんま関係ねえか。上から。Damn! マジかよ。
れじゃあブロックの意味ねえじゃん。 Yeah レフト Again スマカバー日向ラストカルム撃てば捕まるフェイントか。 Oh my god なんという高さ。Ah, that's cheat. He's hacking. You're blocking, just follow the ball. And that's the mistake you're gonna make. What is he doing? Oh. Are they gonna do the quick set?無理だ。ネット上の試合になって百沢が負けることはありえない。いや。アド。ナイス。カラスのやっと1点。相手のミスだけどな。ああ。なんて聞いたこともなかったけど、一気に流し入れたな。完全にあの2メートルのおかげだけどな。なことは分かってんだっつーな。知ったこっちゃねえわ。あ？これ9番のサーブ来るぞ。He hit the libero. Nishinoya, do something about it, please. Oh, time out. Hi. 絶好調じゃん。初公式戦でこの活躍は。First official match. Damn. How long is he playing? 俺たちは百沢を生かすための仕事を全力でするだけ。ワンマンと言われようと、それが俺たちの勝つスタイルです。Okay. あの10番、あの身長で必死に飛んでんのになんかかわいそうだなって。おい、嫌味か。あ、いや。まあ確かに身長のせいで。バレー始めて半年も経たない百沢に勝てないもんな。6 months 残酷な話。 Okay バレーってパスとか難しいけど、なんつうか単純っすね。気づいたことがある。百沢来た。前の試合アップ、そんで今おそらく角側の9番はコースの打ち分けができない。体の向きそのままクロス方向にだけ打ってきてる。だからあの9番が打ってくるときはストレートを捨てよう。ナイス。斜めに飛ぶやつ、行け。ナイス。田中。He's still doing the thing with his hands. なんかいい。沢村さん。今日はなんかいい感じなんで、新しい速攻やっていいですか。Yes。うちの犬腹ペコのあんな顔する。No way。ヤクザ。Again。あの10番がどんなおかしな動きをしようとも、ブロックの時は君はボールだけを追えばいいです。ボールだけ。Oh my God。It was way too fast. No way. There was a cut. There's no way it's this fast. Damn. Yeah, you can't follow the ball. おそらくこの予選ダントツの最高身長であろう201センチ。そいつを最も翻弄するのは162センチか。俺は201センチ、こいつは162センチだぞ。なんでこいつは俺ナイス、ヒナタ。何本目だ。端っこにいる。サーブで狙わせないためだって菅原さんが言ってたな。まあ俺に狙う技術ないけども。9番が後衛に下がるとホッとします。油断は禁物だぜ先生。で
ですよね。とはいえ9番が後ろに下がってる間、ネット際の空中戦は月島、月島、月島。Oh my god. No, 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 no. You can't just hit me with this animation like that. No. Set point. Nice. Shou-chan のあの速攻もファーストテンポなんですか? Definitely not. テンポのことはちゃんと覚えてるか? 高く上げたトスに合わせて余裕を持って助走を始めるスパイクがサードテンポ。トスが上がるのと同時に助走を始めて打つのがセカンドテンポ。スパイカーが先に助走に入ってきてそこにトスを合わせるのがファーストテンポ。But Hinata is already mid-air. Chibitaro対2メートル。より先にてっぺんに到達した者が勝者。Chibitaro のあの速攻は厳密にはファーストテンポではない。セッターがトスを上げる時点でスパイカーの助走および踏み切りがすでに完了している状態。Zero テンポ。マイナステンポだ。マイナス、OK。Damn, that's way too smooth. マイナステンポ。真似しようなんて思うんじゃねえぞ。あんなとんでもなゲートができるのはあのコンビの攻撃だけだからな。試合前お前が本気でビビってんのかって言ったの。今日速攻がうまくいくって分かってたからか。だってお前東京でみっちり練習したんだろ。いや。速攻以外のこと。ま、最初のフェイントあっさり止められてたけどな。カラスノの10番がブロックの手に負えないのは確かですが、それは百沢も同じです。10番来るぞ。カバー百沢。クモーにしねや。もし僕があんなに大きい相手と戦うとき、ショウちゃんたちみたいな攻撃ができなきゃ勝てないの？そんなわけあるか。単体で勝てないなら数を増やせばいい。シンクロナイズだけ。ファーストテンポのシンクロ攻撃。ナイス。10番だけでも厄介なのに。取り返します。俺にできること、それだけなんで。Damn. Okay, I like this guy. 俺が素人に近いのは事実。でも。点は取れる。気候なんか関係ない。もう取れ。叩き落とせ。ナイスマッチポイント。OK。カラスのノローテ、ブロック低いから角側は追いつくチャンスだぜ。普通の身長でも2メートル相手じゃチビに見えるよな。なんてこと言われてそう。なんだと。なわけあるか。いいかお前ら、まだだ。少しためろ。壁が無理なら。サラダ。ソフトブロック。速攻じゃないのなら俺の勝ちだ。ダーン、トリプルブロック。ナイス。ひなた、my boy。 He won even without the quake。 Yeah, even without the Fujikujira。 速攻以外で点。 Yes。 ひなたやったな。バレーが単純って言ったこと取り消しますね。ナイス。格側とあの2メートル、本当に怖いのは来年からだぞ。いや。ひよこさん、荷物をお持ちします。もう大体持ってもらったから。私最後に忘れ物ないか見てくる。ひとかちゃん先行ってて。はいっす。ほぎゃってなんだよ。一応上がっただろ。ほぎゃほぎゃ。そういえば
お前ら夏休みの課題は大丈夫なんだよな。おお。ひなた、どうかした？これでやっと大王様とか牛若ジャパンと同じ投票だ。弁当箱忘れた。いいじゃん、番号だけ。すみません。なるほど、カサも、モヤスさんも行っちゃったのに。すみません。あてまて。話の途中じゃん。ひなた、スマホ？まだ5、6？ダーン。なんだこのバレ。ガラスの。 Oh, they're going to play them next? 清水先輩はうちの大事なマネージャーなので。お前らが倒したのか。2メートル。はい、まあ。ああ、俺も2メートルと遊んでみたかったのにな。試合は超楽しい遊びだろ。あの、一時を突破した人たちですか？一時？俺たちは一時予選出てません。じゃあインターハイ予選ベスト8以内？ああ、そうだったかな。おお。楽しく遊ぼうぜ。Oh, so they're not going to play them yet. But they might play them. はい、忘れ物。そのお弁当の包み、かわいい。これはなつつ、妹のであって、決して俺のでは。He kind of reminds me of Oikawa with that stare. Just a little. Kiyoko-san, what are you doing? I found something. Ah, cute. Ah, don't say it. Okay, that was it guys for Haikyuu Season 2 Episode 13. If you guys like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. It would really help me and I would really, really appreciate it. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, see you guys next time. Mata ne!